雑誌やん、めっちゃ強くね。皆さんこんにちは、バンビーです。まあ、今回はね、今月2回目の雑誌やん構築をね使っていこうかなと思うんですけど、雑誌やんね、特製ナーフ、種族値ナーフで、まあ、最初はね、まあ、やっぱキャラランク上位の方にはいなかったポケモンなんですけど、まあ、最近評価が一変しております。なんなら強者の中ではザシアンが最終1位を取るんじゃないかという噂がね立つぐらいには、まあ、ザシアンがね今評価されてるので、まあ、今回はねそのザシアン弱くれっていうやつをね撲滅する動画をね、撮っていこうかなと思います。まあ、ザシアンのね強さをね、話しながらやっていくんですけど、まあ、もちろんね弱い点として種族値ナーフ、特性ナーフ、まあ、どちらかというとね使ってるとやっぱ特性ナーフがめっちゃ痛いですね。まあ、それはね、もうちょっと孫うことなき事実なんですけど、まあ、パオジアンが刺さってると見せかけて、意外とそうでもない。いや、これむず。まあ、ディン刺し、いいユイかな。いや、ちょっとウーラ重いけど、まあ、これでいきましょう。対戦相手のソッシーさん、よろしくお願いいたします。でね、ザシアン、まあ、特性ナーフ、種族値ナーフはかなりきつくて、まあ、やっぱ前作と、まあ、前作本当に最強だったんですよね。なんで、まあ、そこと比べると弱くなったのは間違いないので、まあ、最初の評価ね、僕もそうだったんですけど、まあ、だいぶちょっと低かったんですよ。ただ、そんなことはなかったというのがね、まあ、最近の研究によって分かってきております。まあ、というのも、まあ、ザシアのね、強い点としては、一般ポケモンの最強学、パオジアンと羽ばたく神なんですけど、ここに対して、めっちゃ強いと。いや、これはやっぱ、その素早さがね、高いというところで、あと耐性が鋼フェアリーっていうね、まあ、唯一無二の、強みがあるので、まあ、そこはね、やはり、さすがザシアンだなというところはありますよね。で、あとは、まあ、最近思うのは、毒にしが効かない。これね、めちゃめちゃ偉いなと思います。やっぱね、毒にしが効かないだけで、まあ、今のね、その、毒にし環境動きやすいんですよ。で、逆に、毒にしがきつい。他の伝説を使ってると。まあ、毒にしケアを、まあ、基本的に今の環境って伝説をやっぱエースに軸にして戦っていくんで、まあ、毒にしが入る伝説だと、やはりね毒ビシが入った上で破壊するか入らないように工夫するかみたいなのが必要になるんで、まあ、そういう意味ではやっぱ構築の完成度がねザシアン上がりやすいんじゃないかなっていう。まあ、基本戦術にやっぱ毒ビシ回収ポケモンがいないと回収したい場合ね、まあ、ちょっと弱いかなっていうところなんですけど、でも基本戦術に毒ビシ回収要因を入れるってなかなかできないんですよ。毒タイプをやっぱパワーが落ちるし、まあ、毒ビシを撒いてくるポケモンが来なかった時にめっちゃ弱いというところがあるんで、まあ、ザシアンはね、そこら辺偉いですよね。まあ、日ネクもね、一応そこは偉いかなと思っております。なので、まあ、結果的になんかザシアンがタイプとかも優秀で、まあ、保管も組みやすくて、あとは、ミライドン、コライドンに、テラスを切らすことができる。というところがあって、かなりね、試合に再現性を持たせやすい。まあ、テラスをザシアンで切らせて、まあ、その間にカバに引くとかがやっぱ一般的な、動きかなと思うんですけど、そういうなんか、ところが確立されてるのはかなりね、いいポイントかなと思ってます。で、キラクロル。いや、マジかー。まあ、キラクロルは、まあ、いっかな。うん。ザシアンの偉いところがもうすでに出てると、皆さんお気づきでしょうか。はい。これね、偉すぎます。ザシアンさん。あなたが偉いんです。鋼タイプ。まあ、今、鋼タイプ、息してないんですよ、環境で。まあ、サーフ号。今までだとサーフ号とか。あと、なんだ、ハッサム。まあ、ハッサムは息してないわけじゃないけど、そんなに減ったんで。まあね、それこそ相手毒ビシ回収枠みたいなポケモン投げてますけど、キラースピン回収枠で、キラースピンで、まあ回収するみたいな枠を投げてますけども、これも嵐終えました。はい。ザシアン着地。あ、今回岩テラバーストです。まあちょっと試運転でね、使ってみようかなっていう感じで。まあカバルドもね、入れてないザシアン軸をね、ちょっと研究してる最中だったんで、まあ岩テラまで使ってるんですけど、まあ、コライドンにね、岩テラバ打とうかなみたいな、思ってます。まあ、カバルドン入れるのがね、一般的かなと思うんですけど、毒毒、はい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 、はい。まあ、自信、あ、これあれだ、ステロマキビシで前期結果出した人たち、みんな入れてなかったんで。いや、これね、でも、剣舞でもいいな、ぶっちゃけ。剣舞して、マットショットあんのかな。まあ、でも、あってもたかが知れてるんだよな、剣舞しを。いや、これね、ザシアンね、えらい。ザシアンやっぱ毒石とか入んないし、まあ今一応キラースピンをケアしたっていう形になるんですけど、もうこれボッコボコです。ボッキョンボッキョンですね、相手これは。で、まあここがねちょっとむずいんだよな。まあ巨獣さん撃つよ、撃つよ。で、一匹倒してミライドンが来た時に、まあどうしようかなっていうところで、まあ今回のザシアンの調整で、まあ、ミライドンの攻撃を、まあ、耐えてくれるのかどうか。今回、メガネ遊びまでは一応耐えるようにしてるんだけど、
スカーフミライドンの稲妻ドライブ。稲妻ドライブやっぱ軽くお化けだからね。エレキフィールドで我が調整の雑誌や。あ、ちなみに調整はね、あの、ま、あ、待って、これもう終わったね相手。でもこれはなんかちょっと匂うな。まあ、一旦居住でいこう。半減するなら鋼か炎で、はいはいはい。まあ、でもこれで結局、相手にテラスを切らせる性能が高すぎて地面タイプが通る。なんかガチグマとかもね、タイプ相性が本当に良くて、あ、オッケーオッケー、炎だよね。まあ、岩テラバなんてここでね、撃つ必要がない。うん、さすがにないよな。鋼だった時、裏目にも裏目だからね。で、まあ、居住で、もう削って、まあ、相手イカ様かな。宿り木、はい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 。いや、でもこれ、岩テラバ一貫したんで。まあ、今回のザシアンは、まあ、結構対面チックに組んだんで、まあ、自身で相手のテラスタクすらも破壊できるように岩テラバにしたんですけど、まあ、岩テラバで勝ちだもんな、これ。テラスして、岩テラス打ちまくる。まあ、相手がスカーフでミライドンがザシアンの上取ってても、ディンルーの HP こんだけ残ってるから、勝ちかな、ということで、岩テラバーストでいきます。まあ、ザシアンね、炎を半減するテラス、水とか、うん、岩。まあ、今回岩、多分水が一般的だと思うんだけど、炎を半減するテラスだと。まあ、岩もね、ちょっとおもろいかなと思って岩入れてますね。まあ、炎を倒す。ことは一体もなかったんですけど、まあ、倒せるかなみたいなのもあるし、まあ、炎テラス系にね、打点持てるし、まあ、インファイトないのがね、鋼に対する打点がないっていう、弱みはあるんですけど、オッケー。まあ、しっかり、まあ、この急所はさすがに無効かなと思います。なんで、ザシアンはね、結果的にやっぱ強者の中でも、ザシアンはやっぱ1位なんじゃないか、取るんじゃないか、誰かがザシアン1位取るんじゃないかってみんな言ってるんだけど、まあ、誰なのかね、わかんないですけど、やっぱ構築の完成度が上げやすくなって、再現性、まあ、テラスを相手に切らせれるよ、みたいな。あと、まあ、今はそこまでミラーが多くない。ミライドン、コライドン、ハバタッカミとかと、クロバドとかと違ってね。ミラーがそこまで多くないよっていうところも、まあ、テラバーストでいいか。なんか、ある程度、うん、なんか、再現性が高い勝率を叩き出せるようになってるのかなと思います。今はね。で、なんか結構ね、強者の中で、話題沸騰中なポケモンだと、僕は分析しております。ということで、対戦相手のソッシーさん、ありがとうございました。まあ、ザシアンゲーミングでしたね。はい、対戦相手の方が見つかりました。ピーナッツさん、対戦よろしくお願いいたします。ほうね。当たったね。今回、岩テラバーストなんですけれども、鳳凰に当たっていく。ちょっと、にちゃれるな。で、しかも、これはまあ、ステロザシアンでいきますか。でも、ガチグマとか投げてもな、別にあんまり鳳凰に強くないっていうのあるからな。難しいよな。ラスト1体難しいな。ディンザシ確定で、やっぱ対面選出、対面構築系なんで、結構選出が命なんだよね。なので、どうしよっかな。まあ、でも、鳳凰に隙を見せないポケモンがいいんから、まあ、海竜で行こうかな。まあ、海竜から元気入れてるしね。どんだけ砲嫌いなんだって話だけど。まあ、これで行こうかな。物理の役割集中的な、感じで行きましょう。対戦相手のピーナスさん、よろしくお願いします。まあ、ディンで、まあ、ステロマキビシで、サイクル系にはね、負担かけて、まあ、砲が、でも、多分、まあ、厚底ブーツとかだったら、銅から来た。それは、いいですね。まあ、毒ビシ関係ない。あ、でも、ステロがちょっと厄介か。まあ、ステロちょっと厄介なんですけど、銅がね、ここ、いやー、地震1回打っても全然いいな。まあ、1回地震打とうかな。うん、いつだって来るもんね。カウンターは絶対ないでしょ。うい !HD、毒ビシ。だから毒ビシはね、刺さらないんですよね。うん。ザシはやっぱ偉いな。で、まあ、これ、まあ、相手からすると、多分あれだろうね、直帰ディンとかには見えないから、だからまあ、直帰ディンは相手の構築に投げないから。まあ、A 振ってない銅にこんだけ、A 振ってないディンルの地震で銅にこんだけ入るってことは、まあ、HD と分かりましたよ。じゃあ、ステロ巻きましょう。うん、引くもんね。頬に引いて。で、銅はもうステロ巻き菱で終わりですね。うん、オッケーオッケーオッケー。まあ、ディンルーで一匹持ってくっていうね。まあ、こういうね、なんかディンルーで何も考えず、ステロから入るのではなく、地震から入るみたいな一手ね、意外とやっぱ強いんで。まあ、カバルドンで学んだ動かし方だよね。まあ、巻き菱で。これは1000円で焼きに来るんじゃないかな。で、まあ、頬がスカーフなのか、どうかでちょっと試合は変わってくるんだけど、まあ、スカーフでも、一応声援に対する、耐性をつけることができるし、まあ、岩テラバで。うん。ザシアンなんかやっぱ毒菱が流行りまくってるから、そこに、
なんでテラスケルの厚底じゃないのね。まあ厚底じゃないならないで、ステロマキリシで砲を破壊できるからいいです。水か。まあまあまあ一番嬉しくないね、巨獣山が入らないから。テラバーストあんのかな。あ、オッケー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 。岩技ケアしたとかそういう感じなんかな。でもそうには見えないよね。いや、ザ、いや、方が、厚底の方が嬉しかったのか、むしろ。ステロを巻いてるから、逆に相手からすると、テラスを切らなきゃいけなくなってしまった。まあでも、巻き菱で。まあ、テラバースと考えるとね、まあ、飛ばしあるんだ。ザシアン来ないでね。待って待って待って。これ何なんだ？俺、直帰とかそういう類かなと思ったんだよね、テラス切ってきたから。帰る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 、ザシアン来ないで、ザシアン来たら特性がなくされる、ザシアンが来てる特性なくされる、ザシアンも投げたくない、オッケー、危ない危ない危ない、あ、これね特性ナーフが弱いからね、やっぱ進めー、進みます。海流、あーでも HB じゃないね、1000円、オッケー、 AS 鉢巻きなんでね、まあ、ザシアン、おお、ナイス、いいね。で相手ももう崩したでしょ。そもそも、鳳に対しては強いパーティーが。ステロマキビシ、ハチマキ海流、ザシアまでいるんでね。で、誰に引く？どう捨てかな？どう捨てだよね。まあ、結局、どうこれも、場に出しても、結局、ステロマキビシが刺さっちゃうんで。オッケー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 。でもどうなんだろう、これ、鳳をさ、厚底じゃないとしたら、鳳もだってステロマキビシ刺さるからね。ブラッキーね。はい。ザシアンのじゃれつくが通りました。いやー、ただあれか。ちょっとむずいな。相手はでも悪夢打たないと激凛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 で終わっちゃうし。まあ、勝ったとは思うけど、どうなんだろう。でも飛ばし持ってる方で HB じゃないってことでしょ？どう、なんなんだろう。HA で厚底なのかな。厚底だったらでもテラス切る理由があまりないようにも見えるからね。待って、俺が放置してたわ。まあ、ここ D に引きますか。あ、混乱したんだ。あ、混乱したんじゃないか。銅が受けないから止まったのか。あ、勝手に続いてるもんだと思ってました。すいません。では、D に引いて。で、あとはザシアンゆっくり着地させればいいかな。うん。で、もはやもうここの毒菱、ディンルー食らうのが、あくびの一貫切れるから嬉しいみたいなね。話あるし。オッケーオッケーオッケー。で、まあ、もう一回巻き菱巻いちゃっていいかな。そう、なんかね、ザシアンね、意外とね、受け破壊できるんだよね。まあ、ヘイラッシャーは多分無理なんで、まあ、ヘイラッシャーもね、まあ、海竜のハチマキ激凛でフェアリーテラス切らせてザシアンを通すみたいなね、プランとかが、まあ、いいのかなとは思うんですけど、まあ、巻き菱巻いて飛ばしでいいかな。イカ様、はい。まあ、ブラッキーに全抜きされるっていうリスクが、ないでしょ。ザシアン、じゃれ。で、まあ、イカ様半減だからね、ザシアン。ザシアン使えば使うほどやっぱね、耐性、タイプが優秀で耐性がいいっていうところがね、かなり評価ポイントではありますね。で、まあ、これもザシアンそのまま着地してもいいんだけど、どうしようかな。変に飛ばして、でも飛ばして、まあ、変に飛ばす必要もないのか。まあ、地震とかで削って、イカ様、はい。いや、どうしようかな。難しいよな、ちょっと。ブラッキーにじゃれつくがどれくらい入るかなんだけど、多分ザシアン、今のザシアンじゃ全然落とせないから。いや、ブラッキーでもちょっと厄介だな。じゃれつくがブラッキー。まあ、多分 HB だよね。ブラッキーに対して。あ、でもなんか、めっちゃいいダメージ入るわ。なんか、地震で削ってじゃれつく当てたらいけるかな、みたいな。いや、願い事、いい技だな。待って、願い事めんどくさいか、ちょっと。願い事で回復されるのが最初、ターンの終わりだから、HP マックスでブラッキーが着地してしまう。まあ、じゃれじゃれで削って海流で勝てるとは思ってはいるんだけど、まあ、自信でいいよね。まあまあまあ、砲回復わかる。ただ、これステロ、入るんじゃないの？ステロマキビシが。入らないんかい！ギリ落ちないんかい。でめっちゃ回復される。あーでもブラッキーって一般ポケモンだとね、願い事ってそのブラッキーの体力の半分を他のポケモンに与えるから、まあ、100ぐらい回復する、100何歩回復するんだけど、
ほうやっぱ伝説なだけあってあんま回復しないですね。ただこれまあでも願い事はされたけどだな。まあ地震連打でさっきの海流の激凛のダメージが間に合ってそうだから、まあ地震連打して、あ水テラスされたんだ。水テラスされなきゃね、逆に岩テラバーストが綺麗に決まってたけど、何読みで水テラスしたんだろう。ザシアンへの耐性なのかな。まあでもザシアンへの耐性だけで見たら多分炎飛行の方がなんかちょっと強そう。まあでも地震でいいな。これ HB じゃないから、はい、ブレーバーで、これ激凛圏内入った。で、激凛打つで、ブラッキー激凛受からないから、激凛激凛打つで、激凛が3ターン続いて、たらまあいけるけど、あれか。まあちょっと混乱とか火傷とかちょっとめんどくさいけど、まあ海流ね、ノマテラから元気入れてるんで。まあ激凛打って、ブラッキーでね、すべては無理だよ、多分。ザシアンがジャレツコ持ってるんで、まあ当てれば、ブラッキーも破壊できるから、まあここで砲切ってくれたら大体勝ち。で、ブラッキーに引っ、あ、オッケーオッケー、大体勝ったかな。で、ブラッキーに引っ込めてきた場合は、まあブラッキーは激凛激凛で絶対倒せる。まあ倒しました、混乱。で、まあ、激凛で居座るか引くかで、まあ、声援で焼けても、ノマテラから元気を打てるから、まあ、どちらにしても結構有利ではあったかなとは思います。ブラッキーもこんなに削れてるのか。あー、これザシアン、待って、ザシアン投げてねえな。今日はザシアン弱いと言ってる人を、いなくさせる回の果てだった、はずだったんですけど、なんかザシアンがこれ投げてないんで、まあ、投げたけど、ザシアンの岩テラバーストが輝く、いやでも一戦目あるかチオンジェンに輝いたか、まあまあまあ悪くはないですね。まあこれザシアン引きますか。まあせっかくなんでね、ザシアンが活躍してほしいんで、もう一戦やりますか。まあ海流混乱してるんでね、ここは一旦引いて、まあ何なんかあくび連打されても負けなそうだけど、でもあくび打つのかな。願い事打たないと始まらないよね、ブラッキー側も。願い事の上でまたく剣舞したいな。剣舞、でもなんかちょっと難しいのがさ、まあ、剣舞しなくても、いや、ここは居住でいいか、落ちるから。まあ、タクで相手があると剣舞、まあでもまあね、まあ、ザシアンのね、剣舞見えてないからね、相手はそもそもまあ守るしか多分ないんだろうけど、まあ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 、いいですよ、こっからはもうザシアン負けないんで、さすがにね。うん。まあ、ただ、一回流されるとさ、ザシアンのじゃれつくがさ、なんか思ったよりブラッキーに入らない。ないよなこれ。いやもはやザシアンの耐性を使った TOD あるぞ。あ、待って、ザシアンってあのプラス1ずっとなってたじゃないですか、前作。でも今作はならないんで、逆に TOD ができるっていう、あのイカ様のダメージを抑えることができるんで、みたいなね、まあ、作戦もないことはないかなと。オッケー、当てるー、落としていくー。なんだかんだ強いザシアンであったということで、まあもう一戦ねやりましょう。ちょっともうちょっとね、ザシアンがまあ一戦目大活躍だったけどね、まあせっかくならね、ザシアン強くなったという動画なんで、まあもう一戦やっていきましょう。対戦相手のピーナッツさん、ありがとうございました。はい、対戦相手の方が見つかりました。レオさん、よろしくお願いいたします。で、なんかさ、まあ今お手洗い行ってたんですよ、マッチングを送りながら。そしたら日ネク引いたんだけど、今季多分初日ネクザシアン使ってる時なんだよね。最悪だ。いやでもこれザシアンのちょっとおもろい強さ出すわ。どういうことかっていうと、ザシアンが、まあ、見せるわ。見せた方が早い。これザシアンが、特性ナーフされたけど、まだ強いと言われる理由その1。一般ポケモンへの後出し性能が高い。確かに日ネクには受けられてしまうが、パオジアンとかの引き先になれるっていうところを使って、ディンで捨てろ、とか、ディンめっちゃ投げてんな。なんかそれだけ受け構築が。流行ってるんですね。ネクロ、はい、オッケー。まあ、ディンでめっちゃ荒らすよ。これ、ステロ飛ばしでいくよ、もう。ぐっちゃんぐっちゃんにするからね。日ネク初手なの？てかさ、この日ネクってさ、でも別にザシアンめ、てかさ、俺のザシアン技構成見て。これ日ネク、いじめられるわ。まあ、巻き菱巻きまくって削る方が、実は優先だったりするよね。相手浮いてないし。まあ、巻き菱巻いて飛ばしてみたいな。竜舞。あ、全然、あ、まあまあ、直帰とか考えてんだろうね。まあ、最近ね、ディン。まあ、直帰多いですからね。ただまあ今回使ってるのは、吹き飛ばしありますよということで。まあネクロズマね、確か挑発とか、まあ根を張るみたいなね、吹き飛ばし対策の技は多分覚えないはずなんで。まあ飛ばしておきますか。で、パオジアンが来るじゃん。ディンルーに対して抜群を取れる。で、その場合、そこにザシアン投げんのよ。で、そうすることで、ザシアンサイクルからの、めっちゃ火力強いな。で、エースが、いいゆいみたいな感じを考えてはいる。
ザシアンはそういう使い方もね強いですからね。だからここでザシアンを投げるんよという使い方ね。はい、残飯。だからこれは残飯リンルとザシアンのサイクルです。これよこれ、一般ポケモンに出せる。いやいいな、今日なんかいい試合が、まあ、勝つか分かんないし、まあ、伝説相性は不利なんだけど、まあ、こういうなんかザシアンの使い方みたいのもできるようになるから、なんかやっぱ構築としてのパワーはやっぱ高いと思うんだよねザシアンって。うん、オッケーオッケーオッケー。でまあメガネなのかな。でここは本当は攻撃したくないけど、まあ居住山で攻撃しますか。でまあ日ネク来まして、でどんどん削っていくよネクローズマくんを。でまあ最終的にイーユイを通していくっていうのがプランだから、まあ、ステロマイでもいいな。あー、いいダメージ入る、いいダメージ入る。やっぱ AS だとね、ネクロやっぱ受かってないっすね。で、ここディン投げます。まあ、AS っぽいよね。うん。いいよ、いいよ。いや、いいよ、通せるんじゃないかな、最終的に。まあ、日ネクフェアリテラスで使ってると、アクカか放射どっち打つかみたいな、アタックになるけど。まあ、相手の裏まで見えたときに、いや、つか待って、いいよ、さ、マジで草テラス。いや、まあまあまあ、いいでしょう。これはいいや。地震で1匹倒しに行くとかも結構ありだったりするような気がしてきたな。もうこれ以上ステロマキビシを撒く必要も、まあぶっちゃけないんだけど。まあでもまだステロでいいかな。メテオドライブ、オッケー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 。まあ相手側から引くっていう行為は多分あんまりなくて。いや、強いな、ネクロ。いや、弱歩なのかどうかか。ケアするかどうかで。で、本当はイーユイ投げてテラス切らせたいみたいな欲があるんですけど、どうしよっかな。むずいなぁ。相手のラストが誰なのか。まあ、まきびしでいいかな、まだ。メテオドライブ、はい、そうだよね。え、これだったら、ディン一回取っといてもいいなぁ。ダメージだとちょっと怪しいか。どうしよっかなぁ。飛ばしても良いなぁ。え、でも飛ばしたいよな、俺的には。裏見たいしね。まあ、飛ばすか。ワンチャン竜舞とか積まれても、地震。危ない EU 引こうと思ってたから、危な。え、本当に EU 引こうと思ってたんだよね。別に嘘だと誰も思ってないと思うけど。危ねえ、脳内で EU 引いて、テラス吐かせてディン引いてとかのプランも考えてたから、危なかったな。はい、このよう、オッケーオッケー。いいね。いや、かなりいいな。いや、かなりいいぞ。これなんか楽しすぎるな、やっぱザシアン構築で。メテオドライブは受け出せないから、まあ、ここもザシアンでいいかな。命がけはギリ許容つか。イーユイの草テラスいきそう。イーユイの草テラスが非常にいきそう、ビルド。はい、いやー、まあだったら飛ばしたかったけど。でこの世がまあ本来であればここでテラスを切るべきである。まあ、剣舞かな、ここは。オッケー、テラス切らせた。え、これで多分イーユイが一貫したな。オッケー、いいな、これ。これはだいぶ綺麗な。あ、オッケー。いや、これだったら炎テラス放射の方が良かったけど、まあ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 、ザシアンで削って。いや、この試合綺麗だね。こういう試合が好きなんだよな。てかね、やっぱポケモン結構長くやってる人、やっぱザシアンみたいなポケモンが好きなのかもしれん。実際ね。硬いねー、ザシアンくん。まあ、居住山で削って。何持ってんだろう、この世。残飯じゃなかったけど。オッケー、いいダメージ。で、削って、まあ、お盆で、まあ、土日で回復されても、さすがに放射圏内だと思ってるけど、違うかな。でも、プラス1土日ぐらいだったらさ、耐えてくれるし、まあ、くんどぐらいじゃないと落ちないでしょ、ザシアン。うん、オッケー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 。で、放射打って、放射打って、放射打ってで、イーユイで締めて勝てるんじゃないかなと。まあ、悪派の方がいい。いや、放射の方がいいな、ダメージ的に。まあ、ネクロに対して草テラス切ろうか。放射でいきます。これだいぶ綺麗だったね。まあ、相手もね、多分、そのザシアンを意識した日ネク採用じゃないから、まあ、ザシアン軸をメタってるっていう感じじゃないから、多分ザシアン使ってても勝ったんだと思うけど、ステロマキビシプラスザシアン、かなり良いね。やっぱザシアン楽しいわ、使ってて。なんかちょっとサイクル回せるからね。うん。だやっぱ前作の考え、なんかこういうやっぱ新ルールって今までの考えに囚われてしまうと、
どうしてもね、勝つっていうのが難しいから、まあ、さすがに放射でいいか。え、落ちないわけないよ。うん、オッケーオッケーオッケー。いや、綺麗すぎるな。まあ、綺麗にスカーフイーをね、通せたんじゃないかなと思います。まあ、こんな感じでね、そのザシアン、一般ポケモンに対する後出しができるっていうのが結構重要で、まあ、なんかそのエースがザシアンじゃなくて、サイクルパーツとしてザシアンを使うみたいのが、やっぱ、ザシアンの体勢として強く使えてるポイントではあるなと思いました。まあでもこれは多分草テラスでいいよね。竜舞されてもいける。でも相手竜舞しないから、多分相手自信打っていいユイ倒して、まあ再生とかでディンに対して日ネクで粘って、朝の日差しとかに粘るっていうプランだと思うから。でメテオドライブ弱点保険だけ嫌だけど、まあ弱音っぽかったから、え待って、マジで、いやまあ本来引いてオーバーヒートでもよかったんだけど、草テラスが一番裏目になんないんじゃない。メテドラ打たないでしょ。うん、オッケーオッケーオッケー。これは多分これでよかったよね。うん、なんか草テラス、まあそもそも炎だったら終わってんだけどね、試合草だったからこうなっただけで、まあ炎だったらもう試合が終わってたって感じですね。はい、ということで、まあ今日はねザシアン、強くなってたよって、まあ、強いよというね動画を撮ったんですけど、なんかそれぞれザシアンのいい強みが出たんじゃない。毒菱系に、毒系に困らない。まあ2戦目は関係ないですよね、ザシアン別に海流が強かった。で3戦目ね、一般ポケモンに対するサイクル性能の高さっていうところを見せれたんじゃないかなと思います。対戦相手の方ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。